キュウヒキラキラありがとう。つぼゆすけさんハートありがとう。フォエさんハートありがとう。こんばんは。りょうさんがつさんキラキラありがとう。待って。コマさんハートありがとう。中村さんキラキラありがとう。こんばんは。歌うまくなった？嬉しいんだけど。ありがとう。喉はね、相変わらず痛いんだけども、絶対に1月1日までには治ってほしい。治るか。昨日はめっちゃ早く寝た。ミシリゼさんハートありがとう。アルミカンさんダルマありがとう。クレープさん花火ありがとう。ヤマさんキラキラありがとう。アルミカンさんダルマありがとう。ヤマさん結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくるの可愛いもありがとう。アイラバーモリさん雪ありがとう。ダラパングさんハートありがとう。チップさん花火ありがとう。ケンさんキラキラありがとう。フチャーさんキラキラありがとう。ピラさんハートありがとう。吉田美さんクマありがとう。小屋小屋さんハートありがとう。モチセポモチさんキラキラありがとう。エビちゃんハートありがとう。テシネグさんハートありがとう。あいたかさんキラキラありがとう。たすびなれさんくんありがとう。そう、前回がね、4、5ヶ月治らんかったから、めっちゃトラウマ、もうほんとトラウマね。明日もそう、明日も生配信なんですよ。リツイートした、見た？くるくる今日結構ツイートしたんだけど、告知たくさんあってしたんですけど、ハタリカエデミさんダルマありがとう。オセポモチさんハタありがとう。レンタルキャットさん花束ありがとう。オセポモチさんハタありがとう。マックス鹿児島さんハタありがとう。山地さんゆきありがとう。カズヒロさんキラキラありがとう。しかも明日の生配信は結構まあ遊びそうで楽しみ。クレシーチが泣いたのさん小判ありがとう。和弘さんキラキラありがとう。イーノさん雪ありがとう。そう、大阪3時間目ありがとうございます。待てよ。ありがとうございます。大阪リアル1月20日リアル話し会の受付は今日までだったんですけど、あのくるくるが1月20日の3時間目って言ってたので完売になりました。ありがとうございます。皆さんがたくさん応募してくださったおかげです。本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。もう完売、なかなか、なんか今回から一枠がさ90分、60分制から90分制になって、こう落選っていう文字をなかなか見る機会が。高丸さんハートありがとう。増高さん顔ありがとう。難しくなったって聞いたんですけど、本当にありがとうございます。嬉しかった。レッスンの休憩中に見たんだけど、ふーってなった。で、頑張れた。ありがとうございます。本当に嬉しくて。オロチさんキラキラありがとう。マスタカさんとってありがとう。バクスガシマさんハナありがとう。ヒロクさんハナありがとう。クレープさん花火ありがとう。シンさんハナありがとう。チャートにいつも載ってるの？くるくる。ハタリカエデミさん花火ありがとう。めっちゃゲノコさんハナありがとう。シンさんダルマありがとう。サクサクさんキラキラありがとう。
審査聞こしてありがとう。だけどね、でも1月20日楽しみましょう。くるくるを幸せにしますという朝のツイートに書いたので、幸せにします。計算キラキラありがとう。来ます。ラスカルさん花火ありがとう。見た。ヤマジンさん、ハートありがとう。山地さん、タワーの俺全員分かけてないんですけど、途中までかけたので、あのいたら見せます。山地さん、今日たくさん寝てよかった。よかった。でも朝は起きる時間が早かった。自然と年と同じ振り付け師、そう、自然と都市儀と同じ振付師さんです。直樹先生、山地さん、いなくなった、いなくなったかな。あ、いた。タワーのお礼です。遅くなってすいません。ありがとう、こちらこそ、こちらこそありがとう。タワーありがとうございます。山地さん、イラストも次、イラスト付き、今日も可愛い、ありがとう。お正月コンディ2では聞けないかもしれない。来月、間違えた、来月、来年もよろしく。こちらこそよろしく、よろしく。可愛い、ありがとう。てかさ、普通に喉が痛くて、この喋り方なだけなので、テンション低いわけじゃないので、よろしくお願いします。普通に今日のレッスン中もレッスンも歌わずにずっとこうやって喋ってました。喋ったら痛いので、こうやって静かに喋るんですが、テンション低いわけじゃないので、イラストが山、そうだよ。名前にかけて、名前にかけて山。文字かわいい、嬉しい。奈良西さん、花火ありがとう。
オーピーさん、ハートありがとう。オーピー、オーピーさん、あ、急に出しちゃった。オーピーさん、タワーありがとう。タワーの例です。オノピーさんいます。急すぎる。これは北海道の絵です。あれ、クレボーさん、花ありがとう。あ、びっくりした。やっぱそう、急すぎてびっくりだよね、普通に。ガンちゃん、キラキラありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。オーピーさん、違う、優香の方に行かないでね。ありがとう、ありがとうでした。オーピーさん、オーピーさん、他の上手でしょ。あ、遠目で見たらもうほぼ北海道。アーサルロピテクス、ユーサーサダルマありがとう。山地さん、キラキラありがとう。別した覚えない？本当？絵文字、この前名前の横に絵文字ついてたけど、本当？てか明日は、明日の生配信、ニュープロジェクト生配信は沖さんのちょっとコンプラを受け継ごうかなって思ってあのNG になるかもしれないけど、ゆうかちゃん大好きで、な、怪しいのよね、それ。それ違うゆうかちゃんを想像しちゃうんだけど。ありがとう。竹本さん、かわいい、ありがとう。ナニさん、ハートありがとう。吉谷さん、キラキラありがとう。あ、竹本さん、吉谷さん、ハートありがとう。止められたらごめんねって感じ。もう2023年仕事納めだから、明日がくるくるは。だからまあもう2023年だから暴走して、まあ、終わらせようかなっていう風に。2023年竹松屋さん、タワーありがとう。インスタグラムのみーちゃんとツインテールいっぱいこしてる。あ、嬉しい、嬉しい。待てよ、みゆりさん、みゆりさん、あ、あ、お餅まで。そう、お餅のイメージあったから、待て。ありがとう、こちらこそ。あ、でも大したコンプライブリではないので安心してください。大したコンプライブリではない、ちょっとしたものなんで。ミリエルさん、持ち手がここか。ミリエルさん、これは
愛媛の形。取れたか。ガンちゃん花火ありがとう。バンをされないね。普通にあの明日は、まあ、企画的にこれ言ってるのか分かんないんだけど、ちょっとなんか脱退とかもするかもしれないの。それで曲でコンプラ。マスさんキラキラありがとう。ありがとうありがとう。こちらこそありがとうありがとう。と愛媛。うまい。こちらこそありがとう。タワーたくさんありがとうございます。おかゆさん雪ありがとう。くるくる清楚系じゃなくなる。いや、くるくるは一生清楚系なのでよろしくお願いします。清楚系だけは貫いていこうかなと思ってます。大事に保存しました。ありがとう。マサさんだるまありがとう。おかさんハートありがとう。え、そう、なんかワンちゃん喉やってるから大変かも。一生清楚系をするよ。くるくるは一生清楚系なのでよろしくお願いします。王道なので、王道アイドル。おきさんにも言われたようにオーダーアイドルなんでよろしくお願いします。マスさん花ありがとう。岡さん花火ありがとう。つとみてさん尊いありがとう。 I love you I love you 今だけは悲しいと聞きたくないよ。シンゴさん、タワーの例今かけてるのがシンゴさん、福士ちゃんさん、ぴょんぴょん、ヤマさん、キノコさん、モリモリさん、マスタカさん、リモスターありがとう。自称清楚系？いや違います。多少です。多少いろんな人に王道って言われてるので、くるくるは多少王道アイドルです。王道清楚系。ビジュアル絶好調。やったーやったー。でもやばい顔が。多少そっちの多少違います。え、多少って違うんかな読み方。人によると。ポノピーさんキラキラありがとう。お笑い系じゃないですね。お笑い系だと思ったことないですね。ヤオピーハートありがとう。そうだ、王道清楚系。王道、あ、間違えた。正統派清楚系王道アイドル貫きます。天国のキスいいよね。なんだっけ、いいよね。音が不思議で聞いててワクワクする。天国のキス。僕隊公演ではセクシー路線。僕隊、それは僕隊公演の話ですね。僕隊公演はこのいろんな曲がある中でどれを頑張っていきたいかって言ったらセクシーな曲って言っただけですね。アイドルとしては王道ですね。キャンちゃんハートありがとう。アキネーターゲーム難しかった。エルランガさんハートありがとう。釣ってくれたり、クルクル好きになってくれたら釣りますよ。SC ではクルクルが誰が清楚系？
的にはサイカリンさんかな。サイカリンさん、かな。カセイラさん、ハートありがとう。忘れてた。山さん、自信満々、当たり前だな。クラッカーですよ。アイドルなんて自信持ってないとできないっすよ。当たり前だな、クラッカーじゃないですか。で、ノーピノー座りました。ちびどうさん、キラキラありがとう。サイカリンさん、正統派可愛いアイドルって感じ。え、そう、クロクロもサイカリンさんみたいになりたい。ヨルシオさん、キラキラありがとう。メロンプリンさん、ハートありがとう。ハートありがとう。次、前田さん、あ、前田さん、オロチされました、ありがとう。ナオさん、可愛い、ありがとう。令和ギャグ系アイドルやってますよ。坂田さん、ハートありがとう。山さん、山さん、壇上にはいる山さん。中村さん、レモンスターありがとう。山さん、ハートありがとう。さやかりんさん、レベル達してる。やだ、嬉しいわ。タンタカタンさん、ハートありがとう。山さん、花火ありがとう。いた、山さん、タワー、タワーありがとう。今日さ、目バキバキじゃない？ありがとう。取れたかな。同じか言ったことないからシステムわからないんですが、少し見せます。幸せはあげますよ。しんごさん、かわいい、ありがとう。しんごさん、待って、山さんいけてる？山さんいけてる？取れてるかな。しんごさん、かわいい、ありがとう。リンゴさん、取れたかな。山さんも返事が取れたのかな。シンゴさん、ありがとう。たま、嬉しいです。たくさんありがとうございます。まとめちゃってもすいません。ありがとう。元旦にくるくるやることね。しかも結構元旦もちょっとあれ波乱になりそうですよ。波乱、ありがとう。こちらこそありがとう、慎吾さん、ありがとう。
センキューやで。山さんはいない？いないか？なんだっけ、なんかやってたんや、忘れちゃった。しまじろうこいつさん、かわいい、ありがとう。果てしない、あの雲の彼方私を連れて行って、この手を離さないで、ね、1月20日お話し会でツーショット少しだけ撮れました。喜び、ありがとう、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、楽しみにしているよ、ありがとう。ワク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 。皆さんいます？天使のアナグさん、花火ありがとう、レイヤーハットありがとう、野原慎之介のすけさん、レモンスターありがとう。何話す？何話そうかな。母さん結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくね。つーさん、いや私ありがとう。ゆきもありがとう。あ、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、かわいい、ありがとう。あのタワーも、あ、タワーもじゃない、今年のタワーのお礼をありがとう。このこのうさぎですね、ぴょんぴょんにかけてうさぎ、てか今年から、あ、間違えた、来年か、来年からタワーのお礼をリアルタイムでかけたらいいなと思ってるんですけど、どう思う？リアルタイム、難しい、難しいか。え、ありがとう、こちらこそありがとう。スクショ OK、 タワーありがとう、ぴょんぴょん、皆さん来月すぐ会いに行く、待っている、待っています、会いに来てくれるの嬉しい。1月20じゃない、1月、あ、電波状況良くなくて俺言えなかった。あー、なるほど、大丈夫、電波くるくるが怒っとくね、電波に。こちらこそありがとう、お礼ありがとう、見れた、確認ができてよかったよ。山さんもありがとう、マックス川島さんハートありがとう。ヤンピーレモンスターありがとう。山さん、レモンスターありがとう。100通メールはしないことにしました。しないことにしたよ、70にしたよ、70通に、70通メールにしたよ。行けるなら広島なので、
1枚間違えた、何枚取れるか検討しています。ありがとう、検討してくれるだけで嬉しい。だけ嬉しい。だけくるくん、お礼はどっちも一長一短、やりやすい方。了解了解。道中膝くりげ、ゆうやだるま、ありがとう。そう、70の理由はあれですね、100通だとまあやっぱ内容がないような内容になってしまうかなというふうに思って、内容がないようになったら面白くないよってなるから、ちょっと30通減らして、30通減らして70にして、その7くるくるは最近ラッキーセブンっていう数字が好きなの で77にしようかと思ったんですけど、77だと5の倍数じゃ割れないので、くるくる5の倍数しか好きじゃないので70にしました。77だとね、5で割れないから、ちょっとそれがねダメだったね、くるくる的には。そうですねで70はエンジェルナンバーの意味としては、なんか今あなたが進んでる道は間違ってないよっていうのを神様が伝えてくれてるっていう意味のエンジェルナンバーらしいので、70っていうのもあります。母さんハートありがとう、嬉しい、ありがとう母さんハートありがとう。ダジャレおめ、そう、ちょっとダジャレスマッシュしちゃった。誰がハギアネさんハートありがとう、まさかずさんハートありがとう。声が大きい声が出せない分、そういうなんかスマッシュで変なボケ入れていかないとちょっと面白くないかなと思って入れました、ボケを。それたちは広島にいてるので近くでくるくる感じます、感じよ、感じてね、感じてね。え、それで一通を長くします。マックさんハートありがとう、ゆうや花ありがとう。そう、質もこだわりの70です。福ちゃんさんいいねありがとう。そう、エンジェルナンバー無理しないでありがとう、楽しみよ。あと何か落としたの忘れちゃった、なんだっけな、何か落としたんやな。っていういろんな意味が70。そう、くるくる最近本当にラッキーセブンとナンバーワンにハマっていて、なんか最近レッスンでマイクが導入されたんよ、なんかマイクがあって、そのマイク持って歌う、ちゃんとなんか歌える練習みたいな、マイクホールドの練習、マイクを覚えちゃう練習とかも含めて、こうちゃんと音が鳴るマイクをなんかが導入されて、レッスンにそれを使ってるんだけど、8本マイクがあって全部でね、で番号が割り振られてるから、くるくるは好きあれば7番のマイクを取ってる、7番がナンバーワンのマイクを取ってる、絶対こんな感じだから、ちょっと7にハマってるから。7、野原慎之介のすけさん花火ありがとう、マッサン花火ありがとう、元日公演行く楽しみ、こちらこそお待ちしてます、楽しもう楽しもう。トリノさん良いお年をと、キラキラありがとう。そう、ラッキーな年にして、そう、それもある、ラッキーな年にしたので、セブンオー。野原しのすけのすけさん、誰もありがとう。今年かなり大変そうだったから、気軽に楽しく。そうね。しゅうさん、花ありがとう。おのぴさん、キラキラありがとう。なんだっけ、今年の、100通メールは、まあ、
事件があったので、まあ、事件があってギリギリになったんですけど、まあ、今年はゆっくりできたらいいなと思ってる。でもちょっとギリギリ足って手が震えるようなことがあったら恐怖なので、早く早めにもうたくさん送っといて済ましちゃいたい。去年はなんか夜に3通ぐらいしか送ってないよね。だからちょっとギリギリだったよね。まいちゃんハートありがとう。今まではそう水筒っていうかなんかお茶なんかペットボトルにしてた。ペットボトル、くるくるに変わった名前一致して覚えてほしいから発音話し会緊張するけど参戦します。え、嬉しい。待ってる嬉しい。辻田さんハートありがとう。ヒデさんハートありがとう。100通以上、100通あったよね。ミキオ先生花火ありがとう。公園あるから大変、今年も公園あるから大変なんだけど、去年は事故があったんでそれが大変でしたね。事故があったからギリギリだっただけなんで事故。マックス鹿児島さんハートありがとう。小石崎さんキラキラありがとう。あ、資料とか丸めて、あ、資料もマイクル代わりにしてた。資料も立ち位置とか。奈良先生さんハートありがとう。こちらは X で100つぶやきしましょうか。クロクロについてのつぶやき限定。あ、そうしてくれるとすごく嬉しいですね。すごく嬉しいです。メール返信もたくさんお待ちしてますよ。ハンチャーさんハートありがとう。小石崎さんキラキラありがとう。大川さんレモンスターありがとう。そう、これは事故なんだ。あ、懐かしい。これは事故なんだ。みきお先生花火ありがとう。そう、去年は急遽ねあれがあったので涙。今年の元旦は泣きません。余裕があればクルカメラ撮りたいと思ってる。山神さん行く年だわ。ありがとう山神さん。あ、待って、今日のさっきさリアルタイムでお礼するとか言ったんですけど、あの来年からにしようかなと思って。山神さん行く年だわ。ありがとう。ありがとう嬉しいです。ありがとう山神さん。声が出せなくてちょっとなんかもうすいません、なんかあのわーみたいなできなくて申し訳ないんですけど、山神さん嬉しい、ありがとう。また会いに来てね事故全治何ヶ月、半年ぐらいだった。ニレの振付師さん誰か教えてくれた。え、こちらこそありがとうございます。コメントしてくれた、コメントぜひお待ちしております。 X54 さんハートありがとう。え、あと待って、そう、新春グッズも出てました。そう、新春グッズもね告知したいなと思ってるんですけど、新春グッズも出たのでくるくるのあのぜひゲットしてください。また告知します。告知っていうか X に事故は竹松さんとっとありがとう元旦の元日の花は誰のもの公演で急遽ポジション変更をしてくるくるが対応しきれずに泣いて吐けるという大事件です。ダースさんキラキラありがとう。大事件だわ。でも結構意外に自分の中ではやばい、こんなに立ち位置、まあ、急遽あれでなんかあの立ち位置ミスることが多くて、なんかさまよう、政治をさまようことがあって、もうこんなのもう終わった、私はもう人生終わった、クビだぐらいの気持ち、クビもう STU クビになるかもみたいな気持ちのぐらいのやばいなって自分の中で思ってたんですけど、意外になんか終わってみたら気づいてる人少なくて、くるくるなんで泣いてたのみたいな言われたから、あ、意外に大丈夫なんだって思ったけど、まあ、その時は本当にショックでしたね。一
1年前はほとんど知らなかったのに、この1年でこれほどすることになると。そうだよね、そういうさ、そういう多分人も多い気がする。くるくる推しの方嬉しいです、この1年出会えてっていう感じなんですけど、2023年、くるくるの始まりはそんな感じでした。それもネタにしよう、メール、元日メールネタにしよう。多分知らない人も多いと思うから、決まったありがとうございます。うん、ヤマさんめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いだわ、ありがとうヤマさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい、声出せなくてごめん、ありがとう。今年もたくさん思い出作れて楽しかったよ、ありがとう体に気をつけて、ありがとう、気をつける、山さんも気をつけてね、くるくら言えたことじゃないけど、ありがとう、くるくらあれから1年での成長はなはだしいでしょ。でも結構あれで、ね、メンタルの強さは結構ついたかなっていう風に思いますね。ツーショットでも少しお話、あ、ツーショットでもできるよお話、皆さんキラキラありがとう。新春グッズ受注販売だから必ず買える。え、そうなんですよね、そう、あ、クリスマスのなんかアクリルスタンド売り切れてた、ありがとうございます、皆さんゲットしてくれてて、あのぜひ新春グッズも、現場でめちゃ巧みだったけど気づかなかった。え、やっぱそうだよね、そうなんだと思って、意外に気づかれてない、そうなの、気づかれてなかった。2024年、知ってね、ぜひ2024年のくるくるも知ってくれると嬉しいです。いい経験したと思 う、 そう、あ、ニュープロジェクトの方がそんなかあった、本当、なんか後ろの方でこないってたけど、本当、カムカムさんキラキラありがとう、なんで泣いてるのかと思ったくらいでミスあったの気づかなかった。え、やっぱそうなんだよね。でもさ、それがさ、一つの要因としてはさ、このくるくる見せてることに気づかない、推し面だけをさ、みんな見てるからさ、やっぱ推し面しか見てないから気づかないっていうの大きいよね。くるくるだけは僕の太陽、ありがとう、僕の太陽、今年は僕の太陽公演なので、急なポジション変更はないだろう。福士ちゃんさん、レイモンスタータワー、ありがとう福士ちゃんさん、あるよ福士ちゃんさん、ちょっとなんかめっちゃ間違えてたからこんなになってる。福士ちゃんさん、レイモンスタータワーとありがとう。これはあの今までのあの過去の2023年下半期 の、 あのタワーのお礼です。福士ちゃんさん、ありがとう、オーラ強くなると嬉しい、一回目とさずにはいられない、嬉しい。エースのワンペアさん、クマありがとう。ちょっとまだかけてない方も2023年中にするのでお待ちしてますよ、お待ちしてます、うん、配信お待ちしております。あっても大丈夫でしょ多分。ひーちゃんキラキラありがとう。福士ちゃんさん取れたかな、たレインボースタータワーもありがとう。今年の元日公演が初日の出、そうだよ、元日公演でさ、僕の太陽なんかエモくね、僕の太陽エモい、今年の元日は思えば厄年の始まり、そうだよ、本当にそう、本当にそうだよね、厄年始まりだったんだよ。クリムーンさん、ハートありがとう。福士さん撮ったかな、リュウヤハートありがとう、46分ありがとう。やばい、ビジュアル、ビジュアル
マリナさん可愛い、ありがとう。高尾彩花さん15さんハートありがとう。そんなことはない、ありがとう。あっちので見たことない。大きくなった背はそのままだけど、なんかさセブンにさセノビックのさセノビックのなんかこういうエナジージュースみたいなくらいの大きさのセノビックあったからさ、めっちゃなんか飲みたかったね。岩田さんハートありがとう。山さんハートありがとう。伊博さんキラキラありがとう。それではスクショタイムしたいと思います。オロチさんレモンスターありがとう。諦めてないよ、身長はもう何センチでも伸びると思ってる。うだいくんかわいい、ありがとう。ジェンマかわいくてありがとう。こちらこそありがとう。ひーちゃんキラキラありがとう。体調大丈夫。くるくるの掛け染めまたあったら、え去年書いたっけ、めっちゃなんか焦りすぎて記憶ないみたいな。書きたいね、かわいい、ありがとう。ドアップタイヤポーズ、ラブイン嬉しい。ラブ、え、それではスクショタイムしたいと思います。あっ、あ、スクショタイム今終わったんだった。壇上読み前に、告知したいと思います。明日はニューウェーブプロジェクトの生配信があります。なんかタイトル8番出口とか桃鉄って書いてありましたね、書いてあったのでぜひ多分すると思います。楽しもうねというのと、あの見に来てください。くるくるのお仕事納めの日なのでぜひよかったらくるくると一緒に年末を過ごしてください。吉住さん結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくね。そして元日メールは77通70通メールを元日に送りたいと思ってるので、今からでも早くない、メール取るの、くるくるのメール取るの今からでも早くないので、え早くない、遅くない、早くない、今からもう取っておいて元日に向けて取っておくっていうのもありだと思うので、ぜひくるくるのメール取ってねと、新春グッズが発売中なのでぜひ皆さんくるくるの新春グッズゲットしてね。チャンスをつかむ、書いたわ、懐かしい、達成した、本当ありがとうと、でも忘れちゃったの、あ、X たくさんツイートしてるので見てね。あと今日の夜はスタディーダンスがあるので、 STF48 のスタディーダンスがあるのでぜひ見てください。タワーのお礼またキンキンにできてない方するのでお待ちください。それでは誕生13位エトさんありがとう。12位ホタルイカゆるみさんありがとう。11位マサさんありがとう。10位ホッカさんありがとう。9位福ちゃんさんありがとう。8位エースのワンペアさんありがとう。7位ヨッシーゾンビさんありがとう。6位竹まつるさんありがとう。5位クロリンパさんありがとう。4位中村さんありがとう。3位福士ちゃんさんありがとう。タワーもありがとう、福士ちゃんさんありがとう。そして2位ヤマジンさんありがとう。ヤマジンさんタワーありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、ヤマさんありがとう。ヤマさんもタワーありがとう、嬉しかったよ、ありがとう。
体調気をつけます。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日も頑張ろう。喉治ってますように。治ってますように。それではおやすみ。